行くか。魔女たちの1995年11月24日発行元パックインビデオというわけでね、レトロフリークすごいっすね本当に。やりましょう。赤川次郎有名ですね。赤川次郎さんオープニング超いいから。これこの曲欲しいもんだって俺。すげえ綺麗な曲なんだいいっすね雰囲気が。魔女たちの眠りというわけでやっていきますか。動きがなかなかあれですけどね、これちょっとやってた気がするんだよな。ほこら。ただ、覚えてないんだよな、全然。最初からやろっか。思い出す調整。調整って何？充実のラインナップっすね。思い出すか、じゃん。これやり直したい場合どうすりゃいいんだ？あなたの名前は、じゃあ、次郎で。自動？津田。津田になりました。はい、彼女の名前もういいよ。敵、あ、ちょっと待って、いや、ちょっと待って、今のなし。いい名前あるじゃねえかよ。おいおい、いい名前あったぜ、俺思い出しちまったよ。へへへ、怖えぜジョイナス。おしっこちびんなよ。というわけでね、行きましょうか。漢字検索ができんですね。これだな。彼女、そう。彼女がいるんですよ、こいつ。腹立つわ。腹立つのりですよ。これ出んのかな、これ。C6 になっちゃうか。までいけるかな、じゃあ。知ってる人は知ってるっていう。って言ってもいいよ、似ても。えらい。天才。あれさ、真実の真ってさ、いやでもあれは死だよね。出ないなぁ。真あります？あった、ごめんなさい、俺が気づかなかっただけだった。はい、トールとマリ、かまいたちの夜の主人公と彼女です。彼女ではないんだけどね、まだね。いつの間にか秋の夕暮れが静かに訪れていた。音読はしないです、下手くそなんで。音読、朗読か。気がつけば一日が社畜ですね。やっぱいつの時代もって感じですよね。このゲーム出た時95年らしいですけれども、
サウンドノベルがぼちぼち流行ってた時期ですね。見る小説、聞く小説だよね、見る小説というか。まあでもかまいたちの夜は本当に、どうしようかな。やっぱり帰ることにした。仕方なく残業することにした。いや無理はダメでしょ。帰ろうぜ。そう、それでいいんだよ。あー懐かしい電話ね。こんなんだったよな。25年前の電話。仕方なく電話。まあこれは人事当然出なかった。これは出ようよ。さすがに、さすがにでしょ。おー、さすが出てよかったね。高橋くんいるかね。高橋つとむ。あー、同僚で友人でもありライバルでもあった。いい関係じゃないですか。まだいたかな。なんか一人しかいなそう、この感じだと。お、いるんか。Thank you。ん？あっちは高橋だけど、こっちは通るって言われる。通ると100人の忍び。ああ、トールと100人の忍びもありだったな。電話忘れてないか。保留？な。繋がっているようだが相手からの返事はなかった。もしもし、やっぱり返事はない。名前を呼ばれた気がした。あ、この曲超いい。え、サントラとかないの？マジで。欲しいんだけど。俺超好きなんだよね、この曲。全然このゲームやったことないけど。女性のようだ。怖え。ジョイアンス怖え。よしよし。おう、よしよし。会社とかさ、残業とかでさ、こういうオフィスでさ、あの自分とこしかさ明かりついてなくてさ、で一人しかいないってなんかすげえ怖そうだよな。絶対無理。すぐ帰る。俺定時で帰る。あ、タス TAS
最近怖いゲームやったりします。クロックタワー面白かったです。エンディングまだあと5個ぐらいあるらしいんで、全部見たいですね。ズキズキと挑む。お、あ、なんか学校は思い出すな。そうだね、一人になるぐらいなら、わかるわ。これちょっと待って、ウィンドウ消せねえかな、これね。ああ、これがバックログか。X であれか。いきなり BGM なくなるの、確かに。いきなり演出ですね。ジョイナさん、もしかしてホラー苦手かい？チャンラヤってやつがいてさ、あいつもすごい苦手なの。教師か。私も小学校の先生になるんだ。そしてね。おい、もうエンディングでいいだろ、もう。もういいだろ。いやー、感想した感想なんですけれどもね。いや、かなり怖かったですね、このゲームは。自分でもよくわからない。もしかしてこの人からの電話だったのか。ちょっとやっぱりせん。なるほど、なるほど。すまんの。唐突に。唐突に、ホラーゲームを始めてしまって申し訳ねえ。いや、なんかいいかなと思って。はぁ、あ。これ、え、何？スズメ？スズメってこんななんかバイオレンスな鳴き声だったっけ？よく思い出せない。昔はね、恐怖のアンビリバボーとかね、USO ジャパンとか、X ファイルとか、匿名リサーチ2000X とかね。なんか結構ね、いろいろあってさ、ああいうの好きだったっすね。最近は特番とかでホラー、怪談とかやるけど、あんまり面白くないんだよな。まだまだいける。面白かったですよね。恐怖のアンビリバボーが俺特に好きでさ、よく見てたんですよね。特報王国とかね、たまに怖いやつやる。笑う般若とかね、勝手に走り出すバイクとか。助けて。昔のゲームだからこそさ、あるよね。学校であった怖い話が本当にそうでさ、ドットがすごい、なんか、古いからこそなんか雰囲気がっていうのがあるんだよね。あれがいたずらであってほしいと願った。いたずらなんじゃない。まあ流れでいくとこっちの方がね、真実にたどり着けそう。一体誰が。フローチャートとかないかな、このゲームの攻略。さすがに全ルート一人で網羅していくのは厳しいかな。出社時間だ。 USO ジャパンね。あれ、嵐とかだったっけ？バーサス嵐見てたわ、母ちゃんが。そんな嵐ももう4ヶ月ですよ、解散まで。年内いっぱいだよね、確か。年度までなのかな。
SMAP もね、嵐も TOKIO も、KAT−TUN もね、もういろいろと。KinKiKids とか V6 ぐらいじゃない？なんか、南木商事とかがないの。お、フローチャットあるのか。助かるー。都内公園で焼身自殺。焼身かー。焼死がね、死ぬ中でもかなりの苦痛をっていう、まあ生きたまんま焼かれちゃうわけだからね。焚き火とかさ、ストーブにちょっと近づきすぎただけであっちってなんのに。マリ、君なのか。初心するぐらいなら首つけ、全部やで。いろいろあるみたいですけどね。あとは、水死か。水死も相当らしい。安楽死させてほしいわ、マジで、本当に。なんか知らないうちに殺してほしい。お休みっつってね、目が覚めなくなるだけですから。なんかで言ってたな。2個下なんですね。珍しいよね、その年頃の男の子が。ああ、なるほどね。いい感じじゃないですか。お下げですね。時代を感じますね。貝殻のペンダント。年賀状。返事は返そうよ、それ。返事は返さないと。クソレビ。埋もれていたのである。この恋の胸の痛みは愚か。初恋の女性の顔すらも覚えて。覚えてじゃ、忘れていたのだ。覚えていないのだって来ると思った。先行してしまった俺の思考が。電話の時も。よう分かったね、電話番号。燃えている。ああ、なんか昔さ、ああ、いや、やめとこ、やめとこ。奇妙な形。右手は丸ごと見当たらなかった。まるで化け物のように。マリ、
音楽いいっすね、やっぱ。トールさん。オーラをまとっているの。絵がなんか、絵ってそうなの？なんかあの昔の描き方っぽい絵が。死んだはずじゃ。連れてかれる。君はもう死んだんだっていう。ありますよね、そういう。なんか、車でさ、男女5人とか4人とかでさ出かけて、崖から落ちて、で、あのなんだっけな、どんどんどんって開けてくれって言って、お前らもう死んだんだって、死んだのはお前の方だみたいな、あれなんか世にも奇妙とかであったんだよな。あれなんか2ちゃんにもあるよな。2ちゃんのなんかなんだろう、あのコアバナのなんかやつ、すでにあったそういう話。え、唐突、すごい上から来た。あー、居眠り運転ダメ絶対。なんてこったい。音切りさんもなんかこんな感じだよな。なんか車が言うこと聞かなくなってっつって、でちょっと歩ったらなんか館があってみたいな。車がなんかあれ雷に打たれて、あれ落雷で木が折れて、その木が落っこって、なんかあれだっけ、ぐっしゃーってなるんだっけ。バンドノベルといえば最近街をやっていませんでしたね。近々やりたいですね。いやいやいや、あらら、警察はノイローゼによる自殺と断定。ノイローゼね、明らかにおかしい、間違いない。自殺に見せかけてか。村だな、集落、ひなみ沢ですね。地図から消えた村、ゼロの赤い蝶ですね。赤い蝶面白かった。やろっか、夏だし。
何でも夏だしって言っとく。うん。うん、不気味ですね。お、そういえばセレクト登場人物、あ、登場人物表なんかあんの。会社、会社、高橋正雄、カツオ、多分マサオだな。会社、会社、主人公の部屋、主人公の部屋、何これ何これああ、わけわかんねえセーブってどこで、スタート、スタートでできるセーブ。ほう、レイコンがここにいますよって、あれかな。セーブはできませんね。うん、でいいねや。まあレッドフリーなんで関係ないですけどねいやマジレッドフリーでしょ。サウンドノベルなんか確かに昔のはあれだよな。しっかりしろ。好きな時に切れる。死んでたまるか先生。コート。うん。いけねえ、いけねえ。ドゥルドゥー、なんかあったよな、あんな音。学校はでも、強いめまい。まるで言うことを聞かない。遠くなってく。体を動かすことすらできない。嘘だ。こんなことになるなんてできなかったよ。え、終わり？抱き上げられている気がする。さすがにか。つなぎかと思ったけど、つなぎじゃないですね。この子オープニング画面で首つってた子だよね。なんかオープニング画面だとやたらガタイいいんだよ。聖子ちゃんカットみたいな。僕を抱き上げている。男前。惚れちゃうやつ。なんて悲しい目なんだ。そういえば、つきこもりってやったことないんだよな。なんか、あれは怖かったけど、学校は。つき込
こもりあんまやったことねえんだよな。いい日本い。わかるぞその気持ち。あれ？ああ違う会社じゃないか。医者？病院？マッチ医者みたいな感じかな。おお気がついたかね。うん。あ、ていうかあれか。え、空の少女今月じゃん。空の少女実況、振り返り配信、配信は無理だな。振り返り実況やんないとな。黒谷先生すごい好きなんだよな。金山先生、金八先生に見えてしまった。警官。少し太って、のんき。寺田さんだな。たぬき。川村さん。寺田じゃない、寺井だったっけ？こち亀の。川村巡査、川村巡査ってなんかかっこいいじゃん。川村。女の子おらんかったかね。裏にはそんな女の子はいませんよ。お姫様抱っこされた。うん。嘘をつくことにした。選択肢か。そうね。旅の途中で。宿がない。早出てってくれってことかな。唯一の信号。ああうちの田舎、うちで俺が住んでるとここんな感じだよ。セブンイレブンできたーっつって、すげえセブンイレブンだったーってなってる。そんな感じ。でしょうねやな、田舎っつうのは。
冗談じゃねえ。あ、そういえばピングドラムね、今無料配信中らしいですね。前話なのかね、マルピングドラム。あれは独特だったな。ウテナとか作ってるとこだっけ。生存戦略。川村純さん、なにあっちゃー、そうなっちゃいますか。いいアイデアが浮かばない。ああ、そうね、トール偉い、よくやった。名字でこれ名前つけたら、名字で言うのか自分の名前を。よし、津田偉いっていうのか。少し休まないと。実家、なんだか悪いなあ。名字 GR、 ほんとよ。ジョイナスも生存しておったか。怪我の方も心配。優しいですね、田舎の駐在さんっつうのは。なんか優しいイメージがある。小学校、おお、学校の中に事件を解く鍵が。いや別に。ピングドラムオープニング、あ、知ってる、懐かしいよね。あれ結構いろいろ切ねえんだよな、最後まで見ると。あのね、エンディングも超好き。雰囲気ね、超独特なんだよなあれな。ペンギンなんだよね。すりつぶされてはいかんだっけ、すりつぶされてたりせぬだったっけな、なんだったっけな。そうだね、最初マジでわけわかんない感じ、本当に独特すぎるんだよあれは、マジで。ああいう、なんかでもね、ああいうの好きっすね。我が道を行くスタイルの視聴者、ほったらかしっつうか、こびないアニメというか、なんかやりたいことをやってんだなって思うアニメは好き。川村さん、ジャージ姿の男、水谷先生。
うん。ジョニナス結構いろいろ知ってんだな。ジョニナス異種族レビュアーズも見てたしな。異種族レビュアーズまた見よっかな。角田栄子、隅だ。隅じゃないな、これ二つなんだよな。角田もあるんだけど、角田もあるんだよね、確かね。角田でいいや。ちょっと同じ字だけどさ、なんか読み方違う名字とかありますからね。角田角田ヒロ、クソレビや。なんか今日めっちゃ暑かったからさ、仕事してて汗びっちゃびちゃになっちゃったんだよ。ほんで超眠いすげえ汗かくと眠いよね、眠くなるよね。裏山、あの人を怒らせたら。さあ行きましょうか。あらあら、駐在所。うん。お、文庫のことを聞こうと思った。ぬへへへ、英子ちゃんのことを聞こうじゃないか。メーカー聞いちゃうぜ、グヘヘヘヘ。まず3サイズからだな。リゾート開発ね。まあ日波沢建設なんだ、ダム。92、62、89でどうよ。モデル、エロ、ドスケベやん。ボインボイン。マサルさんボイン。うん。え、これ何？タイさん？これなんだっけ？なんかあるよな、この、なんか読み方。なつきちゃん。クソネミ。そろそろ潮時かな？なんか眠すぎて集中力が。ああ、夏目か、確かに。それかもしれん。どんな犬なんだ。ポッチ、おとなしい牛。牛にポッチってつけるのか、すごい。
発想がすごいな。優しく、ポチを散歩してたの、牛散歩してたのか。川からこれが、なんと、めいちゃーん。そういえばなんかそろそろトトロやるみたいですね。来週ぐらい。いやマジね、みポチの乳飲むか。ええな。うわ、何事？うわい、マジかよ。まさか。大変だ。ポチの乳、うまそうだな、それ。それは夢のあるお話だな。なんであんな血出てたんだ。山狩りってやつですか。村総出で。うん、さてと、霧が良いので今日はこれまでですかね。良いのかな。中途半端っちゃ中途半端だけど、俺眠いっすね。ちょっとあくびが止まらない。今日はこれまでっすね。なるほどね。いやいや、すいませんでした。